佃は中世日本の荘園考領制において、荘園漁種や召官、自頭ららによる直営伝を言う。年貢やくじの負荷が免除され、収穫物をすべて漁種が収集した。手作、洋作、小作、門伝とも、本家、漁家など上級漁種による直営伝を佃とし、召官、地頭など下級漁種によるものを小作、 洋作として区分することもあるが、中世当時は必ずしも明確に区分されていたわけではなかった。佃田工作の形態によって大きく二つに類型化される。一つは、領主が、荘園、国画領内の百姓を夫役と称して挑発し、食料や農具、種子を給付して、百姓に農地を工作させるものである。これらの農地はもともと領主が百姓を刺激して、 荒れ地を開墾したものであり、古代末期、中世当時、荒れ地を開墾したものには、該当地の収穫をすべて収取する権利が認められる場合が多かった。こうして領主は、所領の一部に全収穫を収取し得る、電磁イコール佃を形成したのである。もう一つの類型は、召喚、自党などが、下人、所住といった、霊族民に工作させるものである。召喚、 地頭はもともと直営殿を持っておらず、屋敷地の身が自由に処分し得る土地として認められていた。そこで、召喚、地頭らは、屋敷地の周辺の農地を、屋敷地の一部と称して、事故の直営殿に組み込んでいった。そして徐々に直営殿の範囲を広げていったのである。召喚、地頭らによる直営殿の拡大は、特に地頭の動きが著しかったが、 上級領主の荘園管理権を侵害するものであり、上級領主も当然こうした動きに対抗し、鎌倉時代後期から室町時代にかけて、両社間の紛争が頻発した。佃は日本各地で形成され、佃という地名も各地に多数残存している。摂津にあった佃村は中世の佃を起源としており、佃村の漁民が移住した江戸の埋立地は、 つく島と名付けられ、現代に至っている。ありがとうございます。